マコです。ケンです。おしゃべりです。よろしくお願いします。はい、私たちはおしゃべりと言いまして、漫才をしたり、原発事故の取材をしたりしています。はい、今日は山本太郎くん、ちょっと感謝の気持ち伝えたいですね。しましょう。よく参院選で東京選挙区から立候補してくださいました。はい、ありがとうございます。また私たち東京選挙区の1枚目に山本太郎って名前かけるのがすごく嬉しいです。ね。2枚目はもちろん令和ですけどね。そうです。私たちは、2011年の東日本大震災と、そこから始まってる原発事故の取材をずっと始め、しています。はい。2011年ね。うんうん、まあ本当ね、私たち、その取材するつもりなんか全然なかったんですけど。そうね。原発事故があって。はい。これは一体何たることだと思って走り始めました。はい。まあね、その、テレビでね、直ちに影響はないっていうニュースが繰り返し出ていた時に、うん、テレビに出ている芸人とか俳優とかミュージシャンがどんどん東京から避難していってるのを見て、うん、これちょっとおかしくないと思ったのが取材を始めたきっかけでもあります。そうです。で、2011年ね、はい、あの、毎月1回ぐらいかな、うん、まあ、そのね、東京で、まあ、ミュージシャンとか、うん、俳優さんとか、芸人とか、いろんな人たちが集まって、うん、ちょっと東京、この後どうなるんだろうとか、ね、そういう話をね、情報交換？原発事故の話の情報交換をしていました。うん、その時にもね、時々山本太郎くんに出会った、会って話をしてましたね。そうでしたね。そして、そうこうしてるうちに、はい、山本太郎くんは2012年に、国会議員のね、衆院選にまず出て、はい、そして2013年の、参院選で国会議員になりました。なりました。新党、今は一人っていう名前だった。そうです。でもね、本当令和になって、うん、今は一人じゃなくて、すごいたくさん議員さんが増えて、もっともっと増やしたい。うん、そう思っています。はい。そして、私たちおしどりは、うん、まあ、その、山本太郎くんが参院選でね、はい、参院選じゃない、参院議員で6年間、うん、あの、国会議員してらっしゃるときに、うん、不詳、私めが、はい、原発事故関連の、国会質問などのお手伝いをさせていただきました。うん、で、本当に、なんていうのかな、資料をものすごく山本太郎くんね、はい、資料を読み込んで、うん、そして、自分の頭で考えて、自分の口で質問したいっていう、すごい熱意、うん、はい、そして、どの選挙の時も、うん、本当に、こう、なんていうのかな、10円ハゲ作ったり、はい、身も心も削りながら、うん、ずっと走ってる山本太郎さんを見て、はい、本当にありがたいなと、いつも感謝しております。いつも見ております。まあ、俺らも頑張ってるな。はい、頑張りましょう。うん。それで、そうですね、原発事故の取材を私たちずっとしてますけど、うん、はい、でもね、それはその過去のことではなくて、今続いてることだし、そうそう。そしてね、まあね、ちょっとなんか最近の話ちょろっとしていい？してください。まあ、情報開示請求が私たちすごく得意でよくやるんですけど、いろんな人たちの情報開示請求とか、私たちの持ってる情報を付き合わせた結果、うんうん、はい、2011年3月16日、テレビで直ちに影響はないと、繰り返し官房長官が言っていたときに、はい、原子力安全委員会は、うん、内閣府の官邸が持っている組織ですね、はい。原子力に関するアドバイザーの助言組織。原子力安全委員会は同じ日に、はい、安定要素材の接種とか、はい、中通り、福島県の中通り、浜通りとか、その広い範囲の食品の飲食物の接種制限とか、うんうん、なんだろう、直ちに影響ないという割と相反するような助言をしていたということが、うん、そう、最近分かりました。分かりましたね。今年になって分かりました。同じタイミングでそういうね、正反対をね、そういうことってあるのと思って。はい。だからこれはね、過去のことですけど、でも過去のおかしなことを、それおかしいじゃんって、うん、それはどういうことか、再発防止のためにちゃんと追及しなきゃっていうのは、はい、それはね、今を守ることでもあると思っています。そして、それができるのは、うん、それができるのは、山本太郎くん率いる令和だと私は思っています。そうです。でもな、まあね、私、2019年に、うん、立憲民主党から参院選のね、選挙に一度出たんですけど。ご苦労様です。あ、なんすかそれ。まあ、ありがとうございます。で、その、山本太郎くんの国会質問を書いていたときに、はい、委員会にね、うん、いろんな参考人を呼びたいと思ったときに、うん、そして説得して、先生方が出ますよってなったときに、はい、その、他の委員会の他の国会議員の方々が了承してくれないと、うん、その委員会に参考人、専門家を呼べないんですよ。うん。ね。はい。子供たちに被爆させてはダメだ、20ミリシーベルト子供たちにダメだって泣いて、うん、内閣参与を辞任した当時、東京大学の小佐子先生とか。はい。あと、福島県の県民健康調査の、うん、甲状腺がんが福島で数十倍のオーダーで多いんじゃないかという報告書をまとめられた、はい、清水和夫先生甲状腺評価部会の1回目の部会長とか、はい、
山本太郎くんの質問で委員会で参考人呼びたいってなった時に、なった時ね、他の国会議員の先生たちが、ノーって言うと呼べないっていうことになった時、はい、そうかと思って、はい、私も国会議員になって、うん、他の党の国会議員になって、同じ委員会に入ってね、いや、呼びましょうよ、あの先生って言いたいなって思ったのも、その、何？はい。その、2019年に立候補しようかな、してみようかなと思ったきっかけの一つでもあります。なるほどね。そしてね、うん、まあ、その、私調べるのが好きなので、はいはい、その、何、2019年の参院選出るってなった時に、うん、まあ、芸人って、はい、なんて言うでしょうね、あの、創価学会の方々がとても多いんですよ。ああ私たちの身の回りにも多い。そうですね。そしてね、元私たち吉本なんですけど、2018年選挙出る時に辞めたんですけど、はい、そうです。大阪の吉本はね、維新の方々が多いんです。ああ多いかもね。なのでね、うんうん、周りの友達とか仲良しの人に、うん、公明党ってどんな感じの選挙をされてるんですか、維新ってどんな感じですかって、ちょっといろいろ聞いてみました、ね。友達にね。はい。で、そうすると、うん、うん。うん。まあ私がね、聞いたのはね、本当に、まあ自分でも感じてもいるんですけど、うん、その、なんていうのかな、公明党、創価学会の方々も、維新の方々も、はいはい、選挙以外でも自分の身の回りに、ものすごくこう、その、世の中の問題の話とか、うん、国会で今これ議論してるよっていう話をね、別にね、うん、なんて言うんだろう。普通の友達とか、はいはい、その、なんて、あの、なんて言うのかな。その政治の話するとか、うんうん、そういう感じじゃなく、めちゃくちゃ喋るんだよね。自然にね。そう。日常の中の会話としてね。それすごいよね。そうそうそう。なんか、それは本当に、うん、俺たちは選挙の時だけじゃないよ、うんうん。普段からずっとやってんだよって言われた時に、ね、あ、すごいな。なんかそれはすごく学ぶべきところがあるなと、そう思いました。思いましたよね。で、そう。で、私たちね、うん、あの、お風呂屋さんが好きなんですけど、はいはい、銭湯とかよく行くんですけど、うん、それでも裸の付き合いの、いつも顔見知りのマダムがいらして、で、そのマダムがね、私たちの舞台、あの、芸人の舞台、寄席とかも見に来てくださったりするんですけど、はい、そうよね。そのマダムが選挙の時に、あの、次の選挙、ね、多分ね、それをね、地方、あの、統一地方選の時、あの、次の選挙あるけども、誰か入れる人決めたって言われて、うん、いや、今私考えてるんですよねって、ちょっとこの人誰に入れるのか私も知りたいなと思って、そういう返事をしたら、はい、よかったら、私の友達が立候補してるから入れてくれないって言って、誰ですかって来たらそれがね、うん、あの、公明党の方だったんですよ。おなるほど、ね。そうか、こうやって、お風呂に入りながらも選挙の話をしたり、世の中の話をしたりするんだなってすごく勉強になった。なるほど。そういう方法もあると。そう、そういう方法もある。うん、で、まあ、この間原発事故の話をすれば最高裁判決で、うん、まあ、あの、国に負けたわけですが、被害者の方々、原告の方々が負けたわけですが、法律的には、論理的には本来国や東京電力に大きな責任があるはずなのに、うん、もうなんかウルトラシーみたいな、なんかなんでそんな判決書くのっていう、もう地裁と高裁の判決と全然違うロジックで最高裁は国に勝ちってしてしまって、そうでした。それをね、うん、まあ私たち反省として、あの裁判とかね、社会通念っていう、あの判決によくそういう言葉が出てくるんですけど、社会通念。社会通念。うん、法律だけじゃなくてね、はい、世論とか、社会の意見で判決に影響を与えてしまうっていうことがあるんです、うん。世の中の社会通念を変えることができなかったから、普通に原発事故のことをそんなに気にせず関係なく、最高裁の判決が出るとかね、はい、そういうことはあまり、うん、関係なく、はいはい、その気にせずおられる方々が大半だから、うんうん、負けてしまったなっていう反省をしたんです。そういう方にも届いてなかった。届いなかった。うん、でもね、うん、これ自分に関係ないことでもなく、はい、遠い昔のことでもなく、うん、そうじゃなくてね、その、自分に関係なくても、ね、うん、その過去のことでも、うん、ひどいことしたら、国がひどいことしたら、絶対許さないよっていう、うんうん、関係なくても過去のことでも起こり続ける人が多いことが、うん、それが私は今の世の中を、未来をより良くしていくことだと思います。そうよね。そう。うん、入管のね、方々の問題もそう。うん、あの、技能実習生の方々の問題もそうだし、そうでした。私たちも夫婦別姓にしたいし、はい、同性婚の問題もそうだし、うんうん、教育の問題も、介護の問題も、うん、奨学金の問題もそう。自分に関係ないとか、ね、はいはい、あの、違うジャンルの話じゃなくて、はい、どの人も、どんな問題も、うん、国にひどいことさせないって起こることが、そうやね、未来と自分を守ることだと思います。うん、その通り。ね。うん、というわけで、はい、社会通念を変える。世の中を変えるために選挙はめちゃくちゃ重要なので。そうね。私たちは1枚目に山本太郎って書いて、はい、2枚目に令和って書きます。そうします。そして、うん、そして違う意見の人とも、なんか全然関係ない、あの話をいつもしてる人と、でもね、うんうん。でもね、楽しいことしながら、違うことしながら、うん、あ、そういえば最近選挙ですけど、なんかあの、ちょっと友達が選挙に出てるんで、うん、
入れてくれますっていう、ね、その創価学会の人に習ったテクでいっぱい話していこう。そうよね、まだ決まってないんだったらぜひ入れてくださいよ。そうそう、うん、そして、ね、皆さんも自分の半径5メートルをコツ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 変えていって、うん、そしていろんなものいっぱいありますけど、はい、より良い世の中になるようにしていきましょう、うん、はい。私は令和か山本太郎くんとこの党が、うん、どん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 大きくなっていくことは、はい、本当に希望だと思っています。そうです。では、令和を応援している皆様、山田太郎くんも今後も、頑張りましょう。頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。いけ。